皆さんこんにちは。今回は SAOIF がサービス終了しない理由にということで、まあ、前回も刷新しない理由っていう動画作ったんですけど、なんか見返してみたら、まあ、なんかほぼな願望でしかないような感じだったんですよ、言ってることが。でその動画作った頃、もっと刷新しない理由みたいなのいっぱい言えたと思うんですけど、なんか動画作るの大変だからっていう理由で、まあ、動画編集すごい大変なので、なんか動画短くした結果、あまりなんか刷新しない理由になってない感じだった気がします。はい、さっき見返してみたら、まあ、そう思いました。まあ、なんかそのサービス終了しない理由っていうことで動画作ってるんですけど、まあ、絶対にサービス終了しないって言い切るじゃなくて、まあそういう感じっていうよりは、サービス終了しなさそうな理由が、まあ、これだけあるよっていうのを、まあ、動画で言おうかって思います。まあ刷新するって言ってる人もいっぱいいるし、その説もね全然否定できないんで、でもまあ絶対刷新するとも言い切れないので、まあ、刷新するかどうか決めるの運営だし、まあこういう動画はねあくまで予想であって、何を言っても感想にしかならないんですよ。結局運営が決めるんで、まあ、確定した情報が欲しい人はもうなんか本当見なくても大丈夫なんで、なんか多分得られるものがないかもしれなくてちょっと申し訳ないので、まあ、ただこれだけの理由があるよっていうのをちょっと言っていく感じです。まず最初に言える理由は映画プログレッシブですね。 SAO の今年2022年かな、この動画撮ってる時点では、このプログレッシブの、これなんて読むの、暗き夕闇のスケルツォってやつかな。まあ、こういうのやってるんですけど、まずプログレッシブっていうのは、最初アニメで出たあの SAO アインクラッド編ですね。ラノベで言うと 1,2 巻あたりでいいのかな、違うわかんないけど、そこの、まあ、端折った部分ですね。それを、まあ、一層一層じゃないけど、一層一層でいいのかな、なんか細かく見ていくっていうのがプログレッシブっていうもので、まあ、ラノベでもプログレッシブなるものが出ています。でこの SAO の映画プログレッシブは、まあ、1回目の星なき夜のアリアが、まあ、去年2021年かなで、まあ、1層あたりかな、1層攻略やって、で2回目はあの まだ俺見てないんですけど5層あたりまでだったらしいんで、で、まあ、この流れでいくと、もしかしたらこの映画プログレッシブは毎年このシリーズ化っていうかやるんじゃないかなって思われるんで、でこのことから、この SAOIF っていうゲームってスマホゲーで今唯一このアインクラッドに来られるゲームなんですよ。まあこの動画撮ってる時点では近いうちに SAOVS っていうのが出るんですけど、まあそれはクロスエッジっていうゲームにみんなが行くっていう設定なんで、アインクラッドには行けないんですよ。だから宣伝するとしたら、まあこういう風にこれあの始まりの街にこうやって看板とか出てるんですけど、こういう感じでSAOIF でやるしかないのかなっていう感じはします。スマホゲーだとね、こういう感じで。しかも映画プログレッシブに SAOIF のオリジナルキャラクターも出てるんですよ。このゲームでしか出てきてなかったやつ、このゲームでしかっていうか、このゲームで生まれたキャラクターですね。まあユーザー公募で生まれたキャラクターとかもいて、あの SAOIF の公式ツイッターでなんか募集したやつで、なんかオリジナルキャラクターみたいなのをあの当選するとねキャラクターになったっていうのはあるんですけど、まあ、それも実は映画で出てきてる。もうこれで刷新したら、まあ、オリジナルキャラクター出てるのに終わるのっていうのをちょっと個人的に思いました。で SAOIF にはこの暗き夕闇のスケルツォで出てくるこのアルゴも頻繁に出てくるんですよ、このゲームで。だからこの SAOIF をやることで、そのアルゴについてもより深くまあ、理解できるんじゃないかなっていうのがあります。まあ、アルゴのキャラ設定がもっとつかめるんじゃないかなって、あの SAOIF ではこう言われてるよみたいな、まあ、ネットでねそのピクシブ大百科とかで調べると出てくるんですけど、まあ、もっとより細かい設定とかねわかるかもしれないの で、ね、毎年この始まりの街とかでこの宣伝の看板とか設置されてたり、あの映画の階層をね映画仕様にしたり何かしら仕掛けてくるんですよ。で SAOIF は運営が自ら階層更新ペースを早めるって宣言してから異様に早くなってきてるんですよ、階層更新ペース。だからまあなんか重要層だけ拾って、まあ、階層飛ばし飛ばしでもうどんどん進めていって、もう100層までいったんで、
そういうね、あの宣伝のためにどんどん改装を進めてるのかもしれないですね。まあその改装更新ペースがねあまりにも遅くなってた時期にもう差しするんじゃないかってすごいよく言われてたんですけど、もうそのあたりで差しせずにどんどんペース早めてるっていうのも、まあ、差ししないと考える理由の一つです。しかしこれは人によっては一気に100層まで更新していって稼げるだけ稼いで差しするんじゃないかって、まあ、思う人もいるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それならユーザーの声とか無視してひたすら強引に更新しまくって差しすればいいじゃないですか。でも各階層の細かい仕掛けとかこだわったりで、しかもなんかそのユーザーの声が届いてるなって思うこともいっぱいあるんですよ。やっぱ要望とかね、そのアンケートで言うと、まあ、通ってるなっていうのもいっぱいあって、まあ、もちろんね、あの多分開発する側は、俺開発する側じゃないから分かんないですけど、まあ、優先度とかがあって、まあ、そういうのも考慮した上で、まあ、できそうなものをなんとかやってるっていう感じだから、まあ、ほとんどは多分採用されてはいないんですけど、そのユーザーの声とか届いてないって感じる人も多分いっぱいいるかもしれないんですけど、俺は結構あの声が届いてるなって感じました。まあ、差ししない理由っていうのをすごい言ってきたんですけど、逆に差ししたらどうなるかって考えると、もし差ししたらこのせっかく作ったこのアインクラッドに実際に行けるスマホゲームがなくなってしまうんですよ。そうなるとさっき言った宣伝とかができないし、まあ、全然生き残れそうな位置にいるのに、映画の宣伝までできるのにわざわざ終わらせるのかっていうと、まあ、どうなのかなってちょっと思いました。まあ、続いてスキルレコードオーダーですね。それについてちょっと触れていこうかと思うんですけど、ユーザーの声が届いていないと思うようなことは一番思うのが、まあ、ガチャオーダーかもしれないですね。まあ、SAOIF は MMO の中ではオーダーがガチャが良心的な方とは言われてるんですけど、まあ、依然として、まあ、渋いことは渋いんですよ。まあ、出るときは全然出るし、まあ、そこはみんなね何言っても渋いところはあります。まあ、いいオーダーもたまに来るんですけど、でも実はそれって差ししないってことなんじゃないかなとも言えるんですよ。まあ、YouTube でなんか実際にゲームの開発に携わった人が差しについて話してる動画を前見たんですけど、あのガチャが異様に良心的になったりやたらインフレしまくると差しの前兆って言われてるらしいんですよ。まあ、前兆って言われてるだけで本当にそうなるとは限らないんですけど、まあ、ゲームによって多分いろいろね事情が異なるかもしれないし、まあ、ただねさやっぱそういうインフレとかするとあのインフレしまくって稼げるだけ稼いで差しみたいな流れになりやすいらしいんですよ。でもね、あの SAOIF はガチャが依然としてある程度渋いまま、いい感じに渋いままなんですよ。いい感じっていうか良くないんだろうけど、いやでも当たらないこともないんですよ。全然ねこれあのステップさんでこの新しく出た星4のスキル、このピックアップされたやつが出やすいとかね、まあこれはキャラ確定なんで、まあその新スキルが出るとは限らないんですけど、まあ出やすいとは言えば出やすいんですよ。ただそのめちゃくちゃ良心的ってほどでもないんでちょうどいい感じなんですよね。とはいえ今やってるオーダーだとこうやって星4確定枠っていうのがあるんですけど、昔はそんなのなかったんですよ。てかなかった、そうだね、ない時代もあったし、まああのあるオーダーとないオーダーがある時代もあったし、もう無料オーダーにも確定枠なんて昔全然なかったんですよ。だからほんのわずかずつではあるんですけど、一応良心的にはなってきてます。昔よりなんかガチャが渋いのでどうにかしろって言ってほしいっていう声が多いんですけど、まあそれについてはね今回は触れないでおきます。気が向いたら動画にしようかと思うんですけど、まあ俺が言うよりねその重課金税がね文句言う方が効くと思うので、正直俺が言ってもそんな響かないような気がするし。で次このね浮遊城の英雄アバターオーダーっていうねほぼ常設みたいなアバターオーダーがあるんですよ。まあアバターっていうのは自分のステータスに関係ないんですけど、まあ装備でこういうねコスチュームみたいなのを装備して、まあ、見た目だけ変えるっていうもので、でこういうねアニメのレギュラーキャラの、まあ、コスチュームみたいなのが、まあ、ガチャで引けるんですけど、
まあ、このガチャねまた新しくなったんですけど、この終了日、この開催期間のね終了日が2024年11月7日になってるんで、まあ、もしかしたらこの日に差しするんじゃないかとも言われてるし、ただ単に開催期間っていうだけで、まあ、あくまでね予定っていうだけで、もしかしたらまた新しいアバターオーダーに更新されるかもしれないし、まあちょっとわかんないんですけど、まあそういうことをまあ言ってなんか差しするんじゃないかって話題になった時期もあったという話ですね。まあ、これはまあ正直わかんないです。こういう風な期間設定されてるっていうだけかもしれないので。あと次は100層が出た後の構想もすでに決まっているっていうことが、あの公式生放送のウィークエンド IF っていうので言われたので、100層が出たら終わりっていうわけでもないです。あのこの SAOIF はいろんな階層飛ばし飛ばしで100層まで一気に行ったので、多分間の層を埋めていくんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、まあどうなるか分かんないんですけど、まだ新章が来てないんで。ただもう100層来たんですけど、この100層の次ですね、これ新章に突入するんですけど、まあこの新章ですね56層なんじゃないかとか、これホローリアリゼーションで出てきた場所なんじゃないかなとか、いろんな説あるんですけど、まあ新章に突入するので100層で終わりじゃないっていうのを強く言いたいです。まあ、公式ツイッターでもね新章突入っていう感じで、あの後日公式生放送にて公開予定って言ってるんで、もうすぐ来ちゃうのかな、この次の回想わかんないけど、まあとにかくねそのうち来るということで、100層で終わりじゃないですよっていうことでした。で次、このねあの公式生放送の時のねまとめなんですけど、この、まあ、画像まとめたやつの記事の画像なんですけど、まあ、このね出てる開発人ですね、開発人のこの竹内 P っていうこのプロデューサーさんですね、ここの竹内 P が言ってたんですけど、あの公式が生配信するゲームってあまりないらしいんですよ。だからかなり力入れてる方なんじゃないかなとも言えるし、で SAO 関連でその公式のなんか VTuber みたいなのが出たんだっけ、なんかテリアっていうキャラのチャンネル、テリアチャンネルっていうのでもなんか SAO の、 あのゲーム SAOIF とか SAOVS の宣伝で、あのこの開発陣がね出てくるようになったんで、テリアチャンネルで他のゲームだとどうなのかな、出てんのかなわかんないけど、なんか最近すごいねこのアシスタントプロデューサーのコー AP も出てきてて、あなんか SAOIF の開発時すごいなんかこう出てきてる感じがしたので、 IF に力入れてんのかなってちょっと感じました、個人的にですけど。いやまあこれはちょっと主観でしかないかもしんないんですけど、まあ俺がそう考える理由ってことでちょっと言いました。あとねこの2022年の8月にテイルズコラボが来たんですよ。で2020年の2月のペルソナコラボ以来全く来ないと思ってたんで、もう本当にコラボもう来ないまま差しするんじゃないかって思ってたのに、コラボが来たのがすごいと思ってて、もうコラボするまでになったのかってすげえ思ってたんですけど、まあコラボしたっていうことで、まあ、それも差ししないんじゃないかなっていう理由の一つですね。もし差しするんだったらこんなのやる前にね終わらせちゃえばいいのでって思ったので。であとやっぱ何よりこのゲーム5年も続いてるんですよ。もうすぐ5周年なんですよ。今月がこの動画撮ってる時点では2022年の11月なんですけど、11月の30日、11月末かな、5周年になるんですよ。で5周年ってメジャーなゲームでもかなりすごい方だと思うんですよ。それでも5年も続いたっていうのがすごいと思ってて、でやっぱ100層来てもまだまだ終わらないみたいなことをね言ってるんで、公式がだから少なくともまだね差しはしないと思います。まあ、せっかくね100層とかねコンテンツ作っといてね終わるっていうのもなんか違うと思うし、まあ、次にコストですね。SAO といえば MMO ですよね。それがスマホで無料でできるっていうのがすごいと思います。 SAOIF のような MMO のスマホゲーをまた一から作り直すのって本当膨大なコストがかかるし、労力だってものすごいと思うんですよ。バグだってね出るだろうし、なんか新しいゲーム、ね、どんなにね
頑張って作ってもバグって出るらしいん でせっかくねアインクラッド100層まで行った MMO ゲームを刷新するでしょうかっていう話なんですよ。あのセールスランキングセルランでも全然生き残れる位置にいるし、もう映画が出たらこのゲームで宣伝にもなる。あ、これラグーラビット来てますね。ちょっとレアウサギちょっと借ります。このゲームねたまにね階層にねこのウサギ出るんですよ。あのアスナにシチュー作ってもらった回とかあったじゃないですか、アニメで。あれラグーラビットの肉っていうのを使ってシチュー作ったんですけど、このねアインクラッドのね各階層でねこのウサギがね出ることがあるんで。あとね SAOIF 公式で PC 版が出る、パソコン版が出るんですよ。まあ、まだすぐに出るわけじゃないんですけど、あの最初その台湾とか韓国でリリースして、でエリアを拡大していって、でこの PC 版がいずれ日本語版で出るらしいので、まあ日本語版で出るのかな、多分日本語に変えられるのかな設定で。まあなんかこれエミュレーターでできるようになるらしいんですけど、公式で。まあこういう PC 版わざわざ出すのってやっぱ生き残れるというか長く続けられるって判断したから PC 版出したのかな、出すのかなって。だってもうすぐ5周年でようやく5年経つっていうのに、わざわざこんな時期にこんなタイミングで PC 版出してくるっていうのがなんかすごいなと思ってて、これ力入れてるってことなのかなってちょっと個人的に感じました。次に重課金税が増えてるっていうことも理由の一つですね。大きい理由の一つ、 SAOIF に魅力を感じてくれている人が増えているのか、なんかツイッター見てる感じ重課金税が増えてる感じがするんですよ。スマホゲーの売り上げのほとんどって重課金税が支えていると言われているんですけど、その重課金税がすごい課金してくれてる感じがするので、今のところは刷新しないんじゃないかと思います。あのめちゃくちゃ課金してくれてる方々本当にありがとうございます。俺運営じゃないけどめちゃくちゃ感謝しますしてます。本当ありがとうございます。で SAOIF ってストーリー進めていくとこのインテグラルファクターは終わらないっていうメッセージが出るんですよ、ある場所で。これ運営からのメッセージなんじゃないかなって思ってて、これがめちゃくちゃ大きいと思います。まあ最後になりますが、これは本当にね暇つぶしに見る程度のね動画だって思ってね、あの見てもらえれば嬉しいなくらいの気持ちで作った動画なんで、でこの動画で言ったことは本当俺個人の考察に過ぎなくて、もう本当願望でしかないじゃんって言われたら本当その通りなんですよ。もうそれでも本当ねやっぱ刷新するっていう人は全然いるし、もうその意見も合ってるか間違ってるか分からなくて、でもそれも最終的に決めるのは運営だから、まあ、とにかく今回はねこういういろんな理由があるよ、そう考える理由があるよっていうのをただあの言いたかったので作った動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では皆さんさようなら。